に進んでいくので、はい、見逃さないようにお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。野獣と美女 VS アミニションの試合です。波動ファイト。さあ、お互いがシールドプレイヤーを1人ずつ入れてきた形ですね。まあ、準決勝第1試合と同じような、パラメータ編成となりました。さあ、このね、1枚目のシールドをね、どう展開してくるかが非常にね、勝負を握ってくるんですが、シールドを貼る前から先制点を決めてきた野獣と美女。さあ、畳みかけてくるように、攻めてきたんですが、ミニションしっかりとリカバリーしておりますね。ただお互いライフ1枚の、プレイヤー、失礼しました、アミニションが丸選手ライフ1枚で取ってくる。さあ、ここで1対1。ただシールドの残り枚数は野獣と美女が1枚2枚とね、リードを残している形。残り時間少なくなってまいりました。ラストスパート残り20秒。さあ、取りに攻めるが、ミニション全員がライフ1枚。さあ、1点差、まだ取れ。しかしシールドを残していた。さあ、2対2同点だ。5秒前、わからないぞ、どっちが決める。さあ、延長戦です。ドローですね。さあ、ただアミニションはライフ1枚のプレイヤーが2人いる状態。それでは参りましょう。オーバータイムマッチスタートです。さあ、一挙昇段で全員をライフ1枚にしてきた。取ってきた。シールドの割れ際3対2で、第1ゲームは野獣と美女の勝利です。おめでとうございます。非常に注目です。それでは始めていきましょう。さあ、第2セットです。2カベですね。まさかの2カベ同士、波動ファイト。今日の大会では初めてですね。そうですね、はい、一度も出なかったこのパラメーター、3人中2人がシールドプレイヤーです。まあ、これ 5-3 の2壁と 5-2 の2壁でどっちが縦鉾でいけるのかっていうのは楽しみですけどね。そうですね。さあ、球の大きさは小さいが球数がある、レッドサイドのアタッカー、対する球が大きく点数は取りやすいが極端に球数が少ない、ブルーサイドはアミニション。さあ、このように、シールドね、マックスに振ると1人5枚、チームの中でマックスが2人いるので10枚のシールドを展開できるのがこの2壁。逆に言えば1点取られてしまうとね、取り返すのが非常に難しいので1点が非常に重いこの展開。やはり0対0のまま試合が進む。ラストスパート残